テレビジョンプラス。なんてったってアイドル。秋田のアイドルといえばなんたってプラモ。今日はプラモに会いに行きましょう。イエイイエイ。どうもこんにちは。こんにちは。もうみんな元気やね。皆さんは秋田初のアイドルということでね、とりあえず自己紹介をお願いしますか。はい、リーダーのセレンです。スカイツリーのまゆです。はい、食いしん坊の小麦です。はい、ボーイス担当のあおいです。はい、エンジェルのみさきです。はい、おっちょこちょいのまりなです。はい、クールプリンセスゆうかです。はい、シャイニー担当のあやなです。なるほど、もう一発でバッチリ覚えたよ。ランちゃん、スーちゃん、ミキちゃんやろ。リーダーのセレンさん、はい、プラモのことを教えていただけますか。はい、私たちプラモは地元愛を伝えたいをコンセプトに2011年に結成されました。現在は8人のメンバーで活動しています。なるほどね。まゆさん、一生懸命練習してましたね。もちろんですよ。ライブやイベントで待ってくれているファンの皆さんのためにも週に2回くらい集まってみんなで練習しています。小麦さん、県外のイベントにも出演されてるんですよね。はい、私たちは仙台、あとは東京のイベントにも出演させていただいていて、多くの方に秋田の良さを広めるために頑張っています。なるほどね。葵さん、プラモに入ったきっかけは何ですか。はい、私はもともとアイドルが好きだったので、私もプラモのみんなみたいに秋田で輝きたいなと思ったのがきっかけです。美咲さん、将来の夢は何ですか。私はアイドルとしてモデルとして全国の皆さんに私のことを知ってもらいたいです。なるほど。じゃあリーダーのセレンさん、県民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、これからも私たちプラモの笑顔と元気で皆さんのことをハッピーにしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。あ、秋田を盛り上げていきましょうよ。はい、では行きましょう。秋田のアイドルプラモとかけまして、上等のハンドバッグと解く。その心は、かわいいかわいいかわいい。シンデレラ。県では夏の省エネチャレンジキャンペーンの参加家庭を募集しています。ご家庭で節電を実践して、その取り組みなどをご報告いただいた方の中から抽選で商品をプレゼントします。この夏は家族で省エネに取り組んでみませんか。毎年この時期、水難事故が多発しています。海や川は急に深くなったり流れが速くなったりする場合があります。十分に安全確認をして無理のない行動を心がけましょう。また自宅周辺の用水路や池などにも注意しましょう。私の秋田ビジョン、若さで秋田を元気に。